はい、皆さんこんにちは、ワンダリングレビシです、では今回は This is the Police の166日目になります。プレイをしていきたいと思います。郊外の西洋研究所で爆発、街で ATM 強盗が多発、クリスマス行事で市内の交通麻痺の見込み。もう27日の金曜日になってるんで、クリスマスの行事は終わってそんな感じもするんですが、結構アメリカとかだと、まあこれ、ここがアメリカかどうかわからないですけど、アメリカとかだとね、そのホリデーシーズンっていうのはニューイヤーまで続いてたりして、イベントは新年までクリスマスっぽい感じのものやってますからね。ちなみに27日の金曜日ってことは最終金曜日なんで、日本でいう今はプレミアムフライデーなのかな。まあプレミアムフライデーといってもプレミアム感ゼロなんですよね。なんかもうちょっとね、なんとかしてくれればいいのかなと思うんですけど、行動は二日酔いだけど今日はダメだ、出勤してもらおう。まあ、なんといってもね、襲撃準備のために人を派遣しなきゃいけない、刑事を派遣しなきゃいけない場面が出てくるんで、それには備えましょう。まずは襲撃の方だな。工事現場の方に4人も出さなきゃいけないの。もう早速鼓動を突っ込むしかないよな。一人で行かなきゃいけないのに鼓動を突っ込むわけにいかないんで、まあ、給料なんでね、これ130ドル、つまり1万3000円ですからね。まずはシフト A の方に警官を派遣しましょう。ジャスティン・フローレス、ジャスティン・フローレスでいいよな。シフト A に追加。で、視聴者の方には警官スロットを、さらに仕事スロットも給料アップも送り込みましょう。で、殺人未遂事件が起きています。シフト B の方が充実しますからね。腹部に銃弾を受けて負傷した男性が救急車で運ばれてきた。救急車を尾行してきた SUV 車から黒いスーツを着用し武装した2人の男が降りてきた。救急車のドライバーを男たちを見て警察に通報、とどめを刺しに来たに違いない。これはね、どうなんだろうな。腹部に銃弾を受けてるんでしょう。この時点でちょっと危ないよね。じゃあミルサップにゴーティエ、この2人に行ってもらおう。で、労働者組合のミッション、所長社長みたいになっちゃいましたけど、所長、実は定年を迎えたマルセル・ピアテックという会計士に豪勢な祝賀パーティーを開いてやったんだ。サプライズとして中にストリッパーを隠したケーキを用意した。最高だな。酒をたくさん飲みパーティーを楽しんでいたんだが、いざケーキを披露する時になってもストリッパーが中から出てこない。なんと中で死んでたんだ。うわ、窒息死か、もしくは薬物の過剰摂取か、それとも何かの病気だったのかわからん。もう完全に死んでたから救急車は呼ばなかった。そこでお願いだ。ここにあんたの部下をよこして死体を持って行ってくれないか。そんなことしていいの。パーティーだけはなんとか楽しく続けたいんだ。マルセルには死んだのことは言ってない。気分が悪くなって気を失ったとだけ言ってある。あんな弱いじいさんに本当のことを伝えれば心臓発作で倒れてしまうかもしれない。労働者組合のミッションか。まあじゃあこれはなんかちょっと扱いづらそうな人たちを送り込もう。まあ幸いシフト A とは違って B は人がいっぱいいるんでね。で、捜査なんだよな。問題は捜査。暴行事件、こっちもまだだしな。ちょっと見てみる。どうしても数が足りないよね。ちょっと見ておきましょうか。私とアレックスは静かなビーチで散歩を楽しんでいました。すると男が急にやってきてアレックスの後頭部を拳で殴った。アレックスが倒れると男は私の髪の毛を掴んでいました。黒人なんかとやる女は娼婦以下だって。逃げようとしたけれど男にがっちりと掴まれて無理でした。なるほど。その時男がブラスナックルをしているのが見えました。そしてそこから刃が飛び出して私のほっぺを切りつけました。その時の痛みと言ったら点点点点。そして男は叫んだんです。これでみんなわかるだろう。お前が卑劣な尻軽女だってな。で、血だらけの顔をした私を残してあいつは駐車場の方向に向かって走り去ったと。なるほど。ちょっとわからない。このブラスナックルっていうのがちょっとよくわかんないな。何なんだろう。
何も覚えていません。後頭部に鈍い衝撃がしたと同時に気を失ったと、医療の専門家。女性の方は小さな刃で切られたようです。男性は頭部を思い切り殴られ気絶。頭のあざから察するに殴った男はブラスナックル、ブラスナックルが何か分かんないんだよな。現場付近で、少量の血液と野球の弾が発見された。野球の弾？何なんだ。駐車場に車を停めとした時に、小柄で白髪のある男が錆びた小型トラックに急いで乗り込むのが見えた。腕に血がついていたので目に留まった。何かひどい怪我をしたんじゃないかと思いました。だってあの美女はいつでも割れたビール瓶でいっぱいなんですからと。何とも言えないな。まずブラスナックルっていうのがよくわかんないんだけど、多分これなんだろうな。ブラスナックルっておそらくね。なんでこれは関係ないっていうことになるね。外しましょう。で、錆びたトラックがどうのこうのって言ってたな。小型トラック、どっちが小型トラックなのかって話はあるけど、これは大型トラックなんだろうね、きっと。これが小型トラックなんでしょう。よくわかったぞ。つまりこれだな。これが小型トラックで、背後から忍び寄ってきて、殴りつけたわけでしょ。これバット持ってるからバットは関係ないんで、こっちにしちゃいましょう。バット持ってるもんね。こっちの下は関係ないものにすると。でこれもバット持ってるよね。ただバットを持っているからといって関係ないとも言えないもんな。ちょっとやっぱりまだ足りてなさそうな感じがするな。関係ないもんね。こっち全部バット持ってるもんね。これもバット持ってるもんね。だって野球をやっていたって可能性はあるからな。となると背後から忍び寄って殴りつけたけど、ブラスナックル、どこなんだろう。つまり背後に忍び寄って男を殴りつけた時はバットで殴って、女を傷つけた時はブラスナックルを使ったと、そういう可能性を考えたんですが、まあちょっと飛びすぎたかな。こうしときましょう。でここだけ空白って感じかな、今だと。まだちょっと事件解決には至らなそうだな。しょうがない。刑事を一人でも解放したいんですよね、襲撃準備のために。迷惑行為デザイア公園です。修道女のジャネット・アレンは、日曜学校の非後見人とフリーバークを視察。文化活動を続けていると衝撃な光景に出くわした。6人の男と2人の女が公園の真ん中で裸でいた。わお。彼らはお互いの体を触れじめ起訴し、そして恥ずべき行為に及んだ。通りかかった年配女性は恐ろしい光景を前にすると転倒、亡くなってしまって。マジか。おばあさんは天国に行けて平和かもしれないけれど、目撃してしまった子供たちはどうなるの。まあ、ここはじゃあ女性も入れとかないとダメだよね。なんか目がいっちゃってるパワーズ、この3人行ってもらおう。で1万2000ドル、これでようやく40万ドルまで来たな。50万ドルまであと10万ドル。まだちょっと先は長いですけどね。襲撃の方はというと、エンジニアから情報入手してます。僕は市のために何年もパイプの修理をしてきた。市は金の節約に余念がありませんでしたが、余裕がある頃はそれなりの給与をもらっていたんです。ところがある時、雑な修理しかできない会社に全ての契約を持っていかれてしまった。市長は賄賂をもらっていたに違いない。そんな風にして僕は職を失った。でも僕には知識がある。この町のユーティリティシステムの場所なら全て頭に入っている。例えばとあるマンホールを降りていった場所に一箇所だけ壁が脆くなっているところがあります。このことは僕しか知らない。そこを壊して進めば公文書が保管された視聴者の地下室の真下に出る。見張りも全くいない。こっちの方がいいな。突撃隊員をこっちにしたい。マンホールを降りていったところ、マンホールがどこにあるんだ。ちょっと待ってね。
マンホールがどっかにあるんでしょう？もう一度確認したい。壁がもろくなっているところがどっかにあるって言われてもどこかがわからないな、それが。公文書がどこにあるのかがわからないな。ここがミュージアムでしょ？ちょっともう一回エンジニアの話見ましょうか。公文書が保管された市庁舎の地下室に出入れると。正面玄関に突撃を置くよりかは、どっかに置いた方がいいんだよね。マンホールがどこにあるかだな。マンホールがありそうな場所があるかだよね。マンホールか。ちょっとこの絵だけ見てもマンホールがどこにあるかはわからないですね。あ、でもここにマンホールがある。9番にマンホールがありますね。9番。9番に突撃兵を配置した方がいいな。新入隊員を9番に配置しよう。つまり、まずは水中突撃隊員を池の、ところに配置して、で、突撃隊員は正面から突撃させ、さらに侵入隊員はマンホールから侵入させると。で、狙撃隊員をまたどっかに配置して、で、チームリーダーをね、またどっかに配置するって感じだな。よし。一歩進みました。状況は思ったより深刻ということなんで、誰派遣するかな？ここはじゃあブラドに行ってもらう？ちょっとね、政治的見解の相違とかがあるんで怖いですからね。殺人未遂事件です。ね、年寄りの男性が窓の外を眺めていると、血まみれの女がラッキーカラーズというペンキ店の近くの歩道に座っているのを目撃した。血まみれの女？いや、これペンキだからさ、赤いペンキがどうのこうのとかそういうレベルなんじゃないの？ちょっと一回スルーしましょう。で、ゲットチキの監禁ですね。シエラ・ピトノアは隣人2人とその友人8人がサンタクロースの格好をした男を廊下で捕らえるところを目撃。彼らはその男を縛り上げ、アパートの一室に連れ込んだ。絶対に薬をやっていると思う。サンタに銃口を向けていたのよ。そのうちクリスマスソングを歌って、声を出ておく声だけれど、サンタは叫んで助けを求めていたわ。とシエラは話した。なるほど。じゃあ、ここは、スペインにケネディに行ってもらおう。どうする？シフト A の方に人移したいよな、少し。シフト B の方はめちゃくちゃいい感じで来てるんだけど。シフト A の方に1人2人人を移そう。うわ、ケネディが死んだか。結構ね、死人多くなってきてるな。まあ、ペンキはやっぱりペンキでしたね。ケネディもだいぶ長いこと一緒に仕事してくれたけど、そのケネディも死亡か。喧嘩騒ぎですね。移住民の集団が町の郊外に住み着いたため、地元の不良グループが激怒。多数の悪党たちが金属パイプを手に武装した。移住民に襲いかかった。移住民の多くは女性や子供も、急いで全員に襲いかかっている子供たちにもと通報してきたと。なるほどね。まあ、じゃあここは3人派遣しよう。こういう時にね、スワットチームとか護送車出したいんだけど、グレーになってて選べない。ゲット地区ですね。最初は騒音のせいでノックオンに気づかなかった。全てが静まり返って、今ドアの向こうから誰だと酔っ払った声が聞こえてきた。ドアを破壊。沈黙を保つサンタの助手はドアを開けてくれ。まあ、ここはサンタの助手を装いましょう。アパートは混乱に陥り、容疑者の数人は窓から逃げようとしている。アパートの部屋は6階に位置している。窓に駆け寄り飛びようとしている容疑者たちを阻止する。サンタにクリスマスプレゼントして賃金の値上げを要求。動いたら撃つぞというか、まあここはね、6階から飛び降りたらさすがに死ぬんで阻止しましょう。市民は死んだが、つまり飛び降りたんだな。まあ市民っていうか容疑者ですからね。容疑者が捕まりたくないがための一心で逃亡した。そういうふうな形にできないかな。騒音苦情ですね。住宅街、こっちに行きます。
ギターを持って涙ぐんでいる若い男が民家の窓の外で哲学的な歌を大声で歌い出した。その家の住人から通報。人々は彼にゴミを投げつけていた。しかし彼はもし生まれたばかりの赤ちゃんが話せたらこの地球上で最も知能の高い生物となるだろうと言いながら歌い続けた。それから近所の人が銃を持って男を黙らせに向かった。穏便に進むとは思えない。まあ、ちょっと確かにクレイジーな感じがするね。襲撃の方を何とかしたいんだけどな、もうちょっとね。沼田とベイカーをシフト A に移そう。今こうやって見てても警官が常に余ってますもんね、シフト B の方は。新しい写真を入手した。これで10枚目だな。これで操作できるんじゃないか。これは女の子だよね。ちょっと確認しますか。忘れちゃったんで。誘拐事件です。アリックスの父親とは離婚していますが、彼から親権を求められて訴えられている。彼の弁護士は彼に勝ち目は全くないと言いますが、彼もそれを分かっていると思う。だからこそもう裁判を待つのはやめて自分の思い通りにしようとしたんでしょう。アル中によくある行動。それにしても自分の店にこんなことするなんて、きっと仲間に頼んで誘拐させたんだと。お酒ばかり飲んでろくなことを考えていない連中。彼の一家はみんなお酒を飲んでトラブルを起こす人間ばかりなんですと。なるほどね、酒癖が悪いと。ゴートン・マケイン。まず言っておくが、俺はもう1ヶ月も酒を絶っている。アルコール依存症の厚生会にも通っている。次にアリックスから目を離したほんの数秒だが、友人のティモシー・ギャラがやってきてちょっと話をした。娘は丘のそばで遊んでいたが、太めを寄るともういなくなっていた。悠然と姿を消したと。突然かな。きっとグラディスのお仕業だろう。娘を連れて姿をくらましたんだと。なるほどね。グラディスっていうのはこっちですね。別れた女の方です。後世界の仲間。ゴートの娘に公園だったよ。一瞬話しただけだ。丘から降りてきた上がってた娘手伝ってって言うから握手して別れたと。あの日は公園でチラシ配りをしていた。ジェットコースターの横のベンチで2人の男がウイスキーをラッパ飲みしてるのを見た。あと青のドレスを着た女の子も見た。丘の近くで遊んでいたけど何かを拾おうとしてしゃがんだです。その時お年寄りの女性が来て少女の手を取ってどこに連れて行った。最後駐車係。特に怪しいことはない。ただ酔っ払ったドライバーが駐車場のゴミ箱に車をぶつけた。ゴミ箱に車の塗装が少しついたが、ドライバーは何事もなかったかのように立ち去っていったと。これは何だろうな、人形だな。これくらいしかないけど、変えるとしたらね。どういうこと？ちょっと待ってね。これは階段でしょ？これは、いわゆる滑り台でしょ。ゴミ箱に車をぶつけたと言っているわけだ。ちょっともう一回確認していこう。写真を一枚一枚ね、似ているもの同士を集めてちょっと写真の確認をしていきます。どっちがどっちなんだっていうね。まずは年配の女性がどうのこうのっていうのもあるし、酔っ払ったがどうのこうのっていうのもあるよね。まずはギャラガーの証言を見ると握手して別れただけで、エイドリアンの話を見るとジェットコースターの横のベンチっていうのが滑り台っていう認識でいいのかな。ウイスキーをラッパ飲み。ちょっと待ってね、これとこれの区別がつかない。ちょっとこれとこれ並べて確認しますか。何が違うのかというと、まず男が靴を履いているか履いていないかと、女の子がどっちの人形を持っているかっていうところだよね。女の子がどっちの人形を持っているかがわからないな。女の子がどっちの人形を持っているのか、これを見ると熊の人形ではなさそうだよね。熊の人形ではなさそうなんで、熊の人形を全部排除する。これ熊の人形は全部排除しよう。熊の人形は関係ないとするとこうなるね。
で、これとこれの差は何かというと、年配の女性が年配の女性じゃないか。なるほど。年配の女性がやったのか、それともギャラガーがやったのかっていうところで分かれるんだな。で、ギャラガー説で言うと、ギャラガーが載せたわけでしょ？どっちにしても写真が足りないね。10枚じゃちょっと足りないか、写真が。もうちょっと写真の数が必要だな。ただ刑事を今派遣できないんで、なんとも言えないよな。お、労働者組合のサービスがあるじゃないか。どうしようかな。警察署の仕事に応募してくれる者たちの政治的見解を知ることができる。これやろう。で、視聴者からの急ぎな仕事なしと。視聴者からの個人的また非合法的な急ぎの依頼が来ないよう組合が守ってくれる。今後そういった電話一切かかってこなくなる。やろう。ちょっと遅かったな、これむしろ。だ4万5千は無理だな。払えないわ。タレコミ屋を雇う。雇おう。誰にするか。ここはグラスゴ、いや、鼓動だな。酔っ払いの鼓動にしよう。自由に解雇。職員を非合法的に解雇しても、省またはあなたに問題が起きないよう組合がお膳立てしてくれる。やろう。いや、もうちょっと早く気づいてりゃよかったな、これ。労働者組合の方にね、もうちょっと早く目を向けていればよかった。教会の方にもいろいろあるぞ。警察署に祝福を。リーバーグの死去を自ら警察署と全ての職員に対に神の加護を許してくれる。なるほどね。いや、これはちょっと今更だけどいろいろあるな。今更さ、これ何、政治的見解が一気に分かったぞ。いや、これはでかい。政治的見解が分かったというのは非常に大きい。視聴者か、派か、反視聴者派かというのがね、分かったのはめちゃくちゃでかいな。これで一気に全てのことが把握できるようになるね。労働組合使うべきだったな。ケネディは死亡確認して、そうするとどうする？予定ではシフト B の方からビアードとベイカーを明日の出勤に出てもらおう。ビアードだけかな。ベイカーちょっと疲れちゃってるからね。で、ちなみにシフト A の方もネタは割れてるな。問題ない。大丈夫だ。初めからこれやっとけばよかった。気づくのが遅すぎたな。さあ、では167日目に向かっていきましょうということで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。